ね。うん。I wanted to release some material that wasn't easily available over here, so that's why I've done it. It's not, I wouldn't say it was a proper album, it's more like、a kind of EP.、Mm-hmm. It's like a little, me sending a little musical postcard to Japan to say,、you know, hello, I'm still here,、and、this is to sort of tide you over till the next proper album. Ah, 日本ではね、そのすぐ手に入らないような曲をそのアルバムに入れたかった。だからなんか私から の, あの皆さんへの小さいメッセージみたいな、あのミニポストカードみたいな感じでね、次のアルバムまであのつなぎとして、あのちょっと待っててねって、だから私のこっち の, あの日本だけのリリースのアルバムもこっちを聴いててみたいな感じ の, あのつなぎ の, あのアルバムです。なるほど。だけどもそうやってその待ってての間にそうやってやってくれると嬉しいですね。嬉しいですね、本当にファンの方はね。はいはい、うん、そうでですね、さっきからマルチマルチという言葉がですね、はい、連発されているんですから、マルチさんのジャズプレイヤーじゃないか、サックスマルタ、あ、そうか、もうタバコの話じゃないですか。あ、違いますね。ですね、はい、はい、話を戻しますけれども、うん、あのさっきからそういうふうに言ってますけれども、あのデビューアルバムはですね、なんと自宅で、また一人でですね、楽器をすべて演奏して、一人で録音して、全部一人で作ったそうなんですよ。だから、どういう勉強をするんですね、そういうことが可能になるのかっていう。あ、なるほどね。Well, I was a coward. I was too nervous to play with other people when I started. So I figured it was better to practice away in my bedroom and learn a little bit about recording and try and learn the instruments. And that's really stuck from there and progressed. And I wanted to know more before I started working with other people, so that I felt that, I don't know, I had more authority to say what I wanted to do.あのね、すごく恥ずかしがり屋さんだったんですね。だからデビューするときにね、他の人と一緒に仕事をするのがすごく恥ずかしくて、それでとにかく、まあ、あの自分のベッドルームに自分の楽器をいっぱい置いて、それで最初はじゃあちょっとあの自分から勉強して、で少し知っておいた方が、あの実際今度レコーディング入ったときにね、何もわからないで周りの方が勝手にしちゃうよりは、ちょっと知ってた方がいろんなことを言えますし、私はこうしてほしい、ああしてほしいって、いろいろあのもっとあの知ってると自分のやりたいことができるから、うん、そうすることから、まあ、自分で少しずつ始めるというものでございましてですね、反対にポンとインスピレーションでやられちゃうと、連想ゲームみたいにやられちゃうと、ポンと変なこと言っちゃうんですね。そうですね、はい、まずいことを言ったりしますから。これですね、それはないです、まあ、まあ、そうですけどね。ここでですね、何屋さん、インスピレーションだね、はい、私が言うのをポンポンポンと答えていただきたい。あんまり考えちゃ嫌よっていう。東京タワー、トップタワー。あら、珍しいですね。これそれじゃ何も考えないと同じ感じがしますけど、うん、なるほどね。はい、マドンナ、マダン、ヘア、髪の毛。おお、あ、アンダー、いやいや違う、うるさいね、お前は。ダイアナ妃、プリンセスダイアナ。うぅ、ディボース、離婚、離婚ですって。離婚、うん、あんまりこれ突っ込むとなんですから、危ないですからね。戦争、 War、 イラン、イラン、あ、男、 Men、 Makeup、 お化粧。これどうして、なぎさんの顔言ってるんです。これはね、もうさっきから結構ねおしゃれだもんね。おしゃれじゃないか。本人です。ダニエル・ジャクソン。Tired。疲れてるそうです。あ、やっぱり日本だいぶ症候群なのかな。Lack of sleep。食べてないそうです。おお、麻雀かなんかで。やっぱり。I've been playing gambling or something. No, I've been playing jet lag. Jet lag ってあの時差ボケです。ああ、時差ボケね。時差ボケ、時差はボケじゃないよね。時差ボケね。音楽評論家。Music critics。Adversary。Adversary? No, I perhaps that's too hard. Frustrated musicians. ミュージシャン、イライラミュージシャン。フラストレーションですね。だからこう、まあ音楽評論家がいろんなこと書くと、あのミュージシャンに対して負担がかかってプレッシャーでイライラになっちゃうわけですね。嫌かな、やっぱり嫌ですかね。
You don't like music critics, do you? No, I don't have any trouble with them so far. 今のところ問題はないそうです。あ、じゃあ今のところいいことばかり書いてくれるのかな。そうですね。お金。Money. Oh, a bed. I don't have a bed. ベッドがないんですって。お金があったらベッドが買いたい。I have to explain. All my money I spend on equipment、uh-huh. and not furniture. And、uh-huh. so far, I have a fridge and a washing machine、uh-huh. and、no furniture, no bed. あのね、あのお金がギャラとか入るともう全部あの機材に使っちゃうんですって。だから今お家にあるのは冷蔵庫と、うん、あのウォッシングマシンっていうあの洗濯機ですね、うんうんうん、それ以外は何にもないんですけど、あらあら、だからベッドが欲しい。どこで寝てんのかな。どこで寝てんのかな。No, someone lent me a futon, but it's getting rather worn out now. あのね、友達がね、お布団貸してくれたんですって、うんうん、だけどもそのお布団がボロボロでね、うん、今ベッドが欲しいんですって。いや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 、3週間もお風呂入んなってよな。そういうところに寝ててみようよ。いるよね。あ、危ねえぞこれは。結婚。Marriage. My parents. 両親。やっぱりね。やっぱりね、お母さんがね。幸せ。Happiness. I can't say. わかんないな。違う。わかんないなって。今は幸せですかね。Are you happy right now?Yeah, yeah. 結構な話ですね。評論家も叩かないし、叩かないし、うん、ただベッドが欲しい。ベッドが欲しい。じゃあベッドがあれば今度最高の幸せですね。最高幸せね。Then you'll be more happy if you have a bed, right? Maybe when I get home and I'm tired. もしね疲れてちゃんとあのベッドがあった時には幸せだなって感じるんじゃないかな。But the trouble is I want a carved Elizabethan four poster bed.すごくもうなんていうのかしら、あの昔の、何世紀なのかしらね、昔のこういう細かくこういうデザインの入った上等な、そういうそういう上等なベッドが欲しいんです。One that famous kings and queens have slept on and been haunted in and things. 王子様とかね、あの王女様が寝るようなこういうベッドに寝てみたい。寝たままどこへ入るとかね。それは違うな。違うですね。